自画像、1917年、プラド美術館、フランシスコ・プラディーリアイオルティスは、スペインの画家である。多くの作品は、歴史的な場面を想像したことで有名。サラゴサ県、ビリアヌエバでガリーゴで生まれ、サラゴサで学び始めた。その後、サンフェルナンド王立アカデミーに転校し、後に、マドリードの水彩画家アカデミーに転校した。1873年、 新しく創設されたローマのスペイン美術アカデミーで研修するために選ばれた最初の学生の一人になった。後にフランスとベネツィアに旅行し古典の巨匠を研究した。1878年に絵画、教授、フアナをスペイン全国美術展に提出し名誉勲章を授与された。1879年にスペイン上院はプラディーリアに グラナダの幸福の作成を依頼した。これは完成するまでに3年を要した。1881年にスペイン美術アカデミーの会長になった。しかし2年後にこの地位を辞任し、イタリアを旅して地元の主題や人々を描いた。1897年、プラド美術館の館長としてマドリードに戻った。しかし、ほんの短期間しか保持せず、それから、 サイド絵を描くことに没頭した。総制作品数は1000点を超えており、同時代の流行に関係なく、様々な主題や様式に関心を示している。プラディーリアは主に歴史画で知られており、1910年に完成した最後の作品には、長いタイトルが付けられた作品の一つ、セビリアの通り沿いにおける、カトリック両王の息子ドンファンの洗礼に付き添う従者、がある。 ありがとうございます。